はい、全然なんか案内放送とかもなく来ましたね。E131 でこれは4ドアだけどワンマンですね。下校時間帯か、結構乗ってるんですね。これはどこからでも乗れるの。
はい、ということで終点に着いて、もうすぐそこからも出ますかね。はい、あれ車内もちゃんと撮ればよかったっつって、まあ、他の人がいっぱい撮ってるだろうから、まあ、その辺はいいんですけどね。はい、この中はね、まあ、一部クロスシートもありますが、まあ、ロングシートメインで、もう写真撮ってる人いる。はい、ちなみに運転手女性の方ですかね。ワンマンで女性運転手っていうのも結構珍しい気がするけど、まあでも今はそうでもないのかな。ということで次こちらに乗りましょう。ここでは一応2面2線でね、その行き違いもできるんですけども、まあこれは、駅舎に近い側を使ってるということですかね。まあ、そのね、進行方向が右側なんですけどもね、ということで、まあ、佐原から2駅で下大阪崎、ここからバスに乗るんですけども、30分ぐらい空くのかな。まあ仕方ないですな。まあほぼ1時間に1本、これ私があったのはで、バス停はどこでしょうか。ありますね。あ、それですか。それっぽいが、まあしかし、まあ発車はまだまだのはず。今5時8分発の列車で5時9分になったところですが、これではないですね。これはまあ町営バスみたいな感じで、こっちですね。これ5時40分発、まあ、本当はね、その手前をスムーズに全部行けば2時10分発に乗れたはずなので、まあ、3時間半遅れというものですけどもね。まあこちら、まあ、なんかそこの駅のね、まあ、ホールみたいなとこがあるので、そこで待ちましょうか。ちなみに神崎町、ここは私は一応2回ほど来たことがありますね。まあ、前回そのまあ江戸崎、これから行くところに、まあ、前回行った時はその江戸崎の中心のあたりから歩いてもここまで来まして、そう、その時はこの神崎大橋ですかね。まあ、その利根川の向こうがすぐ茨城県なんですけども、まあそこで来たと。でもう一回は、この国道356号線、まあ、これも利根川沿いなんですけどもね、これは結構前に歩いたことがありまして、まあその時はまあこう来てこう来たのかな。でまあそのね、街中、まあ、ちょっと古い建物とかも残ってるんですけども、まあ、その辺を軽く見たりはしましたけども、まあでも観光するようなところでもないですかね、ここはね。ちなみにこの近くには確かスーパーマーケット、これか、成田屋ですかね、まあ、ありますけども、そこには、ゲームコーナーとかなかったはず。はい。ということで、まあ、ここは待つしかないですね。